はい、922回始めます、3月31日ですと、うん、今まだ入ったばっかりですかね、はい、今午前1時3分ですね、はい、朝日新聞からこれはマルチ商法かな、うん、ゼロモバイルっていうところね、連鎖販売取引マルチ商法、うん、を結ぶ際に利用したパンフレ、なんだ、うん、ゼロモバイルっていうところね、3人紹介すれば携帯代がかからないっていうことでね、マルチ商法ということで、行政処分を受けましたっていうことで、3人紹介すれば携帯電話料金がほとんどかからなくなるなどといった謳い文句で、格安 SIM カードを用いた連鎖販売取引過去マルチ商法を展開した、大阪市の3事業者について、消費者庁が30日、9ヶ月の取引停止処分にしたということですね。処分を受けたのは、ゼロモバイル、あとセンターモバイル、それとライフラインプランナー協会、これまあ関連会社だと思いますよ。一応3事業者になってますけども、はい、ゼロモバイルが消費者と連鎖販売契約を結んでいたが、消費者庁は3社が一体的に連鎖販売取引を行っていたと認定したということで、消費者庁によると、遅くとも2022年1月以降、勧誘目的や、役務の種類を明らかにせずに勧誘と、どんどん下に 人がつくので8000円は払わないで済むようになると、利益が生じることが確実であると誤解されるような勧誘をしていたってことでね、まあどんどん下に人がつくと、ネズミ講ですねこれ、もうマルチ、こんなね、なんか格安スマホみたいな感じで、通信料金、電話代っていうかね、これがほとんどかからなくなりますよと、携帯電話の料金がということでね、まあ、3人紹介すれば大丈夫って言ってる時点でもうね、まあ、マルチなんですけどね、ほぼほぼ、まあ絶えないですね、マルチ商法、時代がどんなに変わっても令和になろうともね、新しい時代が来ようともマルチとかネズミ講とかね、そういった類のもの次々出てきますよ、はい、まあ、とにかく気をつけることです。マッチングアプリとかそういうのでね、今若い人を中心にマルチ未だに健在みたいなんでね、まあ私なんかはね、もう本当に最近そんなの、私にマルチ紹介してくれる人もいなくなってきたんで、なんか寂しいかなっていう思いもするんですけど、まあ気をつけてください。まあ誰か紹介すればとかね、でいきなり会って初回とかにいきなりね、こういう話持ちかけられるとかね、初対面なのに、まあ大体そういう場合はマルチですから、マルチとかネズミ講とかネットワークビジネスとかね、呼び方いろいろありますけど、特にまあ20代30代ぐらいの若い方ね、注意してもらえたらなと思います。まあね、お金を失うだけじゃなくて友人とか知人も失うことになるんでね、極力避けて通るようにしてもらった方がいいと思いますよ、はい、922回終わりにしたいと思いますね。マルチ商法お話ししました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。失礼します。